今日は、えっと、イエスの生涯11週目になりまして、今日の説教のキーワードは2つあると思います。他人中心であるということ、other-oriented。他人中心のイエスキリストを見ることができます。そして 許しというキーワードを今日は見ることができると思います。今日の箇所を最初から最後まで許しというテーマが現れるのを皆さん見ることができます。今日は2つのポイントで絞っていきます。最初めは、イエス・キリストは人々に目を向けられたという1つ目のポイント。そして2番目には、人々のために、彼らの許しのために祈られたという2つ目のポイントを見ていきます。まず1番目なんですが、イエス・キリストは今日の箇所を見ると、 人々の方に目を向けられ彼らが許しを求める改心すること悔い改めることを願っておられることが箇所を通して見ることができます皆さんはイエス・キリストというとどんなイメージを浮かべるでしょうかイエス・キリストというとどんな方だというふうに知っていますか聖書的に考えてみるとこのような イメージを浮かび上げるることとができると思いますイエス・キリストは公の働きを始,まる始める前に約30年間大工の息子として大工の家で育ったので大工さんをやっていたというふうにそしてマル,コマルコですから6章で大工だというふうに人々から言われたので大工をやっていた人だたということがわかります想像してみてください 大きな木を持ってきては横切りで木を切っているイエス・キリストそして毎日のようにハンマーを立てているイエス・キリスト筋肉質だったと思いますかどうですか結構筋肉ついてたかもしれません大工なら大きな家具も1人で運ばなきゃいけなかったそのような力強い青年だったと思われます。 そして3年間の公の働きの時には全国を自分の足で歩き回りました多分数千キロもしくは数万キロを自分の足で歩いたことでしょうそしてこういうエピソードありましたよね神殿の中に入ってムチを作ってはテーブルをひっくり返して商売人たちを追い払ったケース皆さん考えてくださいこれはマッチョな人間じゃないとできないことです分かりますか 本当に男性たち考えてください。神殿の中には数百人、数千人の人たちがいます。ムチをつくってテーブルひっくり返してみんなを追い出すと、これマッチョな人間じゃないととてもできないです。弱虫の男性が入ってでとてもじゃないけどできないことであります。結構。 強かった男性らしいところがあったということなんですね、イエス・キリスト。めるその時責められたとき、なんでこんなことやってんだ言われたときに、何て言ったか分かりますかこの神殿を壊してみろ、私は3日で立て直すって言ったんですね。なんかその流れで見ると、なんかイエスもかっこいいなっていう感じがします。そして、イエス・キリスト、口調も非常に強かったんです、聖書を見ると。また23章を見ると、 パリサイ人たちと立法学者たちとちょっと口喧嘩みたいになったときに立法学者たちを見て何と言ったのかお前たちはヘビだとヘビスネークだとマム,マムシの末どもっていう,うに彼らを呼ぶんですねあなた方がどうして地獄を免れようっていうようなことを言われるんですね非常に口,口が強かったなどね聖書のイエス像っていうのは 決しして弱々いいイエスではなかかったととうこがります私たちが浮かべているようないつもその優しいイエス・キリスト髪の毛はロン毛でなんか美しくていかにもそのシャンプーのコマーシャルに出てきそうなイエス・キリスト像ではなくてそういうビジュアル系はなくてかなり男性らしいイエス・キリストを浮かべることもできますだから当時1世紀を見ると男性信徒多かったんですね今の逆かもしれない男性信徒が非常にイエス・キリストに惹かれていた Jesus was the man among the man. Among men among m e n イエスは男の中の男だったということです。しかし今日の聖書箇所を見ていきますとこれだけ肉体的には強かった精神的には強かったイエスキリストはどこにも現れません実は。26節の姿を見ると惨めな姿を見ることができます。26節から見ていますか ?26 節に 彼らはイエスを引いていく途中、当時は十字架系になる人は自分の十字架を背負って、丘を自分で処刑所まで自分が持っていかなきゃいけなかったんですね。でイエスは十字架を背負って丘を登って十字架刑にされるその頂上まで上がる途中でした。しかし引いていく途中、結局他の福音書を見ると分かるんですが、ぶっ倒れてしまうんですね。もう体力も疲れ果てたイエス・キリスト。 力が尽きてしまい倒れてしまい結局田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえて彼にイエスの十字架を運ばせますこれたまたま通りすがりの人間クレネ人シモンです後からクリスチャンになってっていうことが聖書を通してわかるんですがたまたま通りかかってた人がイエスの十字架を背負っていきますでここで見るとなぜこのように強かったイエスという人がこんなに早く力尽きてしまったのか ある医療専門家はこのようなことを言うんですね。イエスが十字架の上で死んだときに脇腹を槍で刺しましたよね。そのときに何が出てきますか水と血が分けられて出てきます。これ、医療専門家に聞きますと、これ何を意味していますか多分これは、この死因は何かというと、心臓破裂だって言うんですね。心臓が破裂したんだと。十字架系でこれが苦しくて死んだんじゃなくて、心臓がその時も破裂していたんだと。そのような症状が見られる。 なので、この時、26節の時に、もうすでに、ローマ兵たちにリンチされ、鞭打たれ、すでに心臓に相当な圧迫がかかっていたことが予測されます。なので、イエスはもう十字架を背負っていくことができなかった。そして皆さん考えてください。人はこれだけ死ぬ直前になりますと、死にそうになりますと、自分のことで頭いっぱいになるのが普通です。わかりますか うわ、私死にそうってなると大体みんな自分のことばっかり考えるんですね。先週私やっと沈黙という映画を見ました。高校生の時本読んでるんですね。Silence、沈黙という遠藤周作が書いた。これ映画の中ですごい生々しい光景が出てくるんですよね。その沈黙でポルトガル人の宣教師ロドリゴが 日本に来て牢屋に入れられて、クリスチャンはその時捕まってたので、牢屋に入れられて、これから尋問されよう、そしてこれから拷問されるかもしれないというそういう場面で、ロドリゴは祈るんですね。ね神様に。何を祈りますか神様、私がこの試練を乗り越えることができますよね。私を救いため、そのような祈りをしていきます。必死に祈ります。自分がこれを乗り越えられるように。大変な状況に陥ると人は、 最後には自分のために祈っていきます。余裕がないんですね。他の人のために祈る余裕がなくなってきます。皆さん私がもうこれ何度も言いますけど、去年怪我した時に、足を怪我したときに私、ちょっと頭おかしくなってたんです。1週間半ぐらい。私の妻がそれ知ってます。どれぐらいおかしくなったかというと、去年の6月から7月,7月にかけて部屋に1人でいると息ができなくなり、 海の底に沈むのではなく、死ぬんだ、私死ぬんだというようなパニック状況に陥るようなあうつ病みたいな感じで、1週間半が続いたんですね、それが。大体いいそのような状況に陥りますと、大体いい部屋の中で何を祈るか分かりますか神様、私をお救いたまえしか出てこないんです、祈り。神様、私、死にそうなんです。神 この国をお救いたまえとかリバイバルを起こしてからそういう祈りあんまり出てこないんですね。この時は私死にそうです神様助けてください。それしか出てこない。それが人間の普通のところだと思います。しかし今日の箇所を見ると非常に不思議なのは何かというと驚くべき事実は死ぬ直前であったこれだけ苦しみに陥っているイエス・キリストが他人中心に物事を考えることを見ることができます。 他人中心に祈りを捧げる場面が出てきます自分の目を自分にだけではなくて他の人に向けてるっていうことが分かるんです。見てみますか27節からそれが分かります。27節から見ると大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。多くの人々が悲しみ一緒についていくところが出てきます。28節。 しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。今死ぬ直前のイエスですよ。自分では十字架も稼げない。そのような背負うことのできないイエスキリストがその女性たちに向かってこのように言います。イエルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない体、飲ませたことのないチブサは幸いだという日が来るのですから。 30節次のページ行きましょう。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い丘に向かって我を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠木にこのようなことをするなら枯れ木には一体何が起こるでしょうこれ皆さん1回読んで内容わかるでしょうか ?29 節戻って見てみます。29節その日のことが出てくるんですね。その幸いだという日が来るのです。これ何の日を指していますか 実は、聖書以外に歴史を見ますと分かるんですが、イエス・キリストが亡くなって約30数年が経った後、AD70 年度にローマ兵たち、ローマ軍たちによって、イエルサレムは滅ぼされます。完全に滅ぼされます。神殿もなくなって。まずはその日のことを指して予言されている内容であります。どれだけその滅びがひどいものなのか。 その日の苦しみをこのように表現されてるんですね。その日は、不妊の女の方が、子を産んだことのない女性の方が幸せだって言われる。なぜかわかりますか皆さん、子供を産んでから子供が2歳で死んでしまった。生まれない方が幸いだったとっ言います。そういう意味です。戦争であなた方の子供たちがあまりにも苦しむので、子を持った人たちはそれだけ多く苦しむ。だから、産まなかった方が良かったよ。 それだけ苦しみが大きいということを指しています。そしてこれは実は AD70 年の出来事だけを予言するものではなくて最終的には最後にやってくる神の裁きを思い起こさせる予言でもあります。 一時的にはまず第一には AD70 年のことを指していますけれども最終的に来る神の裁きの警告をこれを通してさ,されているということです最後に聖書の最後の箇所ところ黙示録の6章を見ますと皆さんのアウトラインに出てるんですが黙示録6章16節にこのような箇所があります非常に似ている箇所ですこの世が終わるその時山や 岩に向かってこういった人々が言うんですね。神の裁きの日にに何て言うのか。私たちの上に倒れかかって。溝にある方の見顔と、小羊の怒りとか、ら私たちをかくまってくれ、隠してくれということです。同じことを祈ってますよね。我々、山を私たちに倒れかかれ、丘を私たちに倒れかかれ、それほど苦しみがひどいということです。これ、イエス・キリストが、 このイエルサレムの女性たちに何を今、どんなメッセージを語っているのか。私のことを惨めに見てないで、悔い改めなさいということです。あなた方自身とあなた方の子供のために嘆きなさいという意味です。私のために泣かないで、自分のために自分の子供たちのために泣きなさい。神の裁きに備えていなさいそういうメッセージです。 だから31節も見てください。最後31節彼らが生木にこのような、この生木っていうのはイエス・キリストを指しています。Wood is green という意味は生木。非常に成熟して、霊的に実っている、成熟していることを意味します。生木。 そして、れ木は、霊的に死んでいる人たちのことです。ローマ兵たちがここに来て、私のような霊的に成熟している生きに、このようなひどいことをするなら、あなた方、枯れ木には、霊的に死んでいるあなた方には、どんなひどいことをするでしょうというような問いかけです。あなた方にとって一番緊急なのは、 神と裁きとどう向き合うかなのですよということをイエス・キリストはここでおっしゃられるんです。私を悲しんでないで自分のことを備えなさい。イエス・キリストは今体力的に限界をもう超えています。精神状態も朦朧としているイエス・キリストです。そんな時に最後にイエルサレムの娘たちにどんなメッセージを語られるのか。あなた方のために子供たちのために神の裁きに備えていなさいというメッセージを語られます。でここでまた興味深いのは ルカのの福音書はこのように続くんですね。32節からど,どんな人たちが出てくるかというと他にも2人の犯罪人がいたイエス・キリストが十字架にかけられた時に両側に2人いたんですね犯罪人彼らがどんな犯罪を起こしたのかは聖書は詳しくは書いてませんただ41節見ると我々は自分がしたことの報いを受けているというのら多分悪いことをしたんでしょうね彼ら2人は。 そして35節からの流れを見ていきますと35節から十字架の周りにいた人たちがイエスに向かって嘲笑ったり悪口を言う場面が35節から出てきます。そして面白いことに十字架にかけられている犯罪人の一人が39節から彼もまたイエスの悪口を言うんですね。その犯罪人の一人が。自分も十字架にかかっていながら39節見られますか 十字架にかけられている犯罪人の一人はイエスに悪口を言いあなたはキリストではないか自分と私たちを救え皆さんどう思いますか十字架で自分も今死んでるのにイエスに向かって悪口を言ってるこれ見て本当に最後まで悪だなと思いましたこの人はまだ全然悔い改めてないそして40節から43節にもう一人の 十字架にかけられた犯罪人の話が出てきます40節へところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていったお前は神をも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったそして言ったイエス様あなたの御國の位にお付きになるときには私を思い出してください イエスは彼に言われたまこの箇所、皆さん、よく皆さんご存知の箇所だと思います。現代人が結構好きな箇所なんですけど、分かりますかなぜ好きか分かりますかこれ、イエス・キリスト一生信じなくても死ぬ直前にイエス・キリストを受け入れて天国に行けるんじゃないかと。これ結構好かれてるんですよね、この箇所自体が。 そういう人たちいますよねい今はちょっと教会通うのもやりませんただ70代ぐらいになると 教会に来ますというような人たち、こういう箇所大好きなんですね。後から来て信じて天国に行きますと。日本でも結構、病棟で亡くなる2日前に洗礼を受けて天国に行くとは結構あります。この箇所が大体そのベースになっていると思うんですが、実際にこの人のこの1人の犯罪人の告白を見ていきますと、この人は決してイエス・キリスト全く知らずに最後に受け入れて天国に行ったケースではないということが分かります。皆ささん見てください一緒にこの人は 神学的に非常に基礎があったということが分かります。この箇所を見ると。40節見てください。神は恐れられるべき存在であるということを彼は知っています。そしてなぜかイエス、十字架にかかっているイエスを見ながら、この人は無罪である、罪なき方でありますということをもう41節で知っています。そして決定的なのは42節を見ると、 救い主が、メシアという救い主が、最後には神の国の水に浸かれる、王座に疲かれるということをもう知っているんですね。イエス様、あなたの御国の位に疲かれる、王座に疲かれるとき、私を思い出してください。つまり、神学的にもうメシアというコンセプトを知っていたということです。彼にとっては、それがイエスという人だとは知らなかったんだけども、教会育ち、多分クリスチャンホーム育ちの彼が、 この時初めて救い主メシアがイエスと一致したんです彼の中でそしてイエスをメシアとして受け入れ天国に行ったケースですなのでこれ突然何もそういう神の基礎がない人が突然受け入れて天国に行ったケースではないということなんですね彼でもこの人のことを見てくださいこの時彼も十字架の上で死んでいます彼にでも彼にとって 一番の願い事、祈りは何だったかというと、今十字架で死んでいる私をお救いくださいではなくて、最後にその日に私を思い出してくださいということを祈っています。一番の祈り課題は何かというと、永遠の命を願っています。私の神様の前で許されることをまず祈っているんです。その最後の救いを願っているのが分かります。 十字架から助けてくださいではなくて、私に永遠の命をください。神様の許しをください。それを祈っているのがわかります、ね。皆さん、ここの流れがわかりますか最初に、イエルサレムの娘たちに、あなた方は私たちを私を惨めに見てないで、永遠の命、神の裁きから許されることをまず願い求めなさい。そのように、イエルサレムの娘たちに語りますよね。その後に、この犯罪人の一人はそれを求めてくるんですよ。永遠の命。 神の許しを私を思い出してください。それを願っていることがわかります。皆さん私たち今週、受難市と呼ばれる1週間です。Passion Week。イエス・キリストが十字架の道を行かれた1週間です。イエス・キリストが私たちにこの御言葉を通して何を語っているのか。まず、2つの質問にすることができると思いますイ。イエス・キリストが皆さんに語りかけます。あなたは神の裁きに、 備えていますかということをまず語っています。神の裁きに備えていますかそしてもう一つは、この二番目の犯罪人のようにイエスの憐れみを求めていますか私を思い起こしてくださいというイエスの憐れみを求めていますかここは一番目のポイントです。イエス・キリストはその目を人々に向けられた。そして二番目のポイントを見ていきます。二番目のポイントは、 人々の許し,許しを祈られるイエス・キリストを見ることができます。34節十字架にもうかけられてイエス・キリストはこのように祈られます。父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですで。その十字架の下で彼らはこれローマ兵たちなんですね。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けていた。これすごい あれですよねイエスは十字架の上で死にかけかいてるときに皆さん神様彼らをお許しくださいって祈ってるのにローマ兵たちものすごく無神経です何も聞いてないちょっと聞けよっていう感じですよね自分たちくじを置いてイエスの着物を分けていたイエスは彼ら何をしているのかわからないこの人たちの許しを祈っています第1コリント2章8節にこのような解釈があります この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでしたもし悟っていたなら英子の主を十字架につけはしなかったでしょうつまりこのローマ兵たちもユダヤ指導者たちも今自分たちが何をやっているのか分かっていない神であるイエスを十字架にかける自分たちも分かっていない分かっていない人々のためにイエスがこの祈りを捧げています皆さん想像してみてください私たちこの箇所を見ると そりゃそうだよね。イエス・キリスト、神様だったし、完璧だったし、自分を殺す人たちのためにも許す,許す祈りをできるよね。あまり考えないかもしれません。ただ考えてください、皆さん。実際に、皆さんがイスラミックステート、IS に捕まって処刑されるところに行ったとしましょう。皆さんがですよ。自分が殺されながら、この人の許しのために祈りが出ますか自然に。出ますか出るっていう人いますかすごい人だと思います、それは。 ただ、普通の人間ならとてもんじゃないけど、できない祈りです。有名な作家だった C.S.Ruiz はこんなこと言うんですね。まず英語で言いますね。C.S.Ruiz はこんなこと言います。Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have to They have something to forgive. 意味わかりますか許しというものは自分,自分が許す側に立つまでは美しいもののように見える。 イエ,スをイエスがこのように祈っているのを見てあ美しいですね、素晴らしいですねって言うんだけれども立場が、所詮あなたがその許す側に立つと許しはとても辛いことであるということを CS ・ルイスが言ってるんです。数年前に私が以前、前にずっと前にいた教会で信徒同士が喧嘩になってその間にちょっと私が入ってその話し合いをしに行ったんですね。信徒同士が喧嘩したので,で私は その信仰歴の長い人の方を見てあなたが信仰の先輩なんだから許してあげてくださいっていう,うに言ったんですね二人喧嘩してまあ二人とも悪かったかもしれないけれどもあなたの方が先輩ですから許してくださいって言ったらその人が私を変な目で見て言ったんですいやちょっとそれはあのこの人は許しっていうか戒めが必要な人ですっていううにそのように言ったんですねそれほど 人を許すということは大何なのかもともと34節のもともと許すこの単語言語でギリシャ語で見ますとエフィエミという単語を使いますでその辞書で探してみるとどういう定義が出るかというと借金を免除するという意味です許しは借金を免除する その借金の責任を果たすことから、その義務から彼を離してあげるという意味です。昔からこの許すという概念はあるんですが、罪を犯すと誰かに借りを持つ、借金を持つという意味を持っています。だからその分、お返ししなきゃいけないという意味です。まさに、またいろ章で、主の祈りありますよね、またい章でその時に 私たちの罪をお許しくださいではなくて、また6章を見ると、私たちの負い目をお許しくださいってわかりますか英語では、forgive なんか主の祈りを見ると、英語でもいろんなバージョンありますけれども、フォギヴェー・トラスパ s よりも、フォギヴェー・デッ t 借金を許してくださいっていうふうに、また6章に出てきます。借金です。つまり罪はお金に換えることのできる借金と同じように見られていた。その意味で、許しを定義づけますこういうことになります。誰かを許すとは、 その人の借金を自分が代わりに払うということです。わかりますか人を許す子は、その人の借金を代わりに私が払ってあげるという意味です。例えで言いますよ、私が誰かから悪口をされてたとしましょう。ドリュー牧師、最悪だねという、そういう話がまあ広がっていたとしましょう。悪口をされてた、そしてその悪口に値段をつけましょう。 5万円ぐらい私の悪口5万円分そういうふうに悪口が回ってると私は2つのことができると思いますまずその人に言って直面すると思いますなんで私の悪口してるんですかお話し,しましょうって言ってそして私には2つの選択肢があるでしょう1つはこれですその人の悪口を他の人たちにまた広めることができます こういうふうにね、ドリュー牧師の悪口を言う人がいるんだよ。最悪だよね。なんであの人、なんでまだ教会にいるんだっていうふうに、そのように私が言い広めることできます。そうなると五分五分になります。get even <laughs>。そのように、この人の悪口を、私もその時の悪口を言って、イー e ンになることができる。そしてもう一つの選択肢は何かというと、許すことです。その5万円分の痛みを自分で吸収するということです。 5万円分痛い痛い本当痛いただそれを吸収する許しがあればそこで終わります復讐などありません許すとはその人から始まった自分の悪口が聞こえてきてもその重圧と責任を自分で負うこと代わりに負うということです 彼に私の悪口を言った彼に5万円の請求をしないということなんですね、許すということは。皆さん、許すというコンセプトが掴めますかこれ、正直に言ってこう、こういうふうに言うことができます。許すというのは正直に言えば、聖書的に言えば、被害者が加害者の借金を払ってあげるという意味なんですよ。被害者が加害者の借りを払っ代わりに払ってあげる。この世の中の基準でいけば、 本当に見苦しいことであります。英語で言えば、It's an abomination to forgive someone, そういう定義で言うんであればだから中東地区に行くと、目には目、歯には歯っていう法律があります。許すことなどありません。世の中の世界では、この世界には、とても人をこのように許すことなどありえない話かもしれません。皆さん、イエス・キリストの十字架を見ると、そのありえない許しを象徴しているものであります。 イエス・キリストは私たちの罪、神に対する罪、借金、そしてイエス・キリストに対する借金、その罰を、すべての罰を、被害者であるイエス・キリストが背負ったっていう意味なんです。わかりますかイエスがその借金をすべて背負った。だから聖書はこのように語ります。第2コリント5章21節で十字架が何だったのかこのように言っています。神は 罪を知らない方、つまり借金のないイエス・キリストです。借金のないイエス・キリストを私たちの代わりに罪とされた。つまり、すべての借金、お夢が彼の方に行った。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここで義は借金のないものにされたという意味です。皆さんにお聞きしましょう。皆さんは、皆さんのすべての罪、すべての借金が、 イエスにによってても許されいいるという,ふうに信じますか皆さんどうですか自分に聞いてみてください。本当に私の罪は、イエスに全部移行され移動されて、私は借金から自由になったと本当に信じていますかクリスチャンが人を許せるか許せないかは何にかかっているかというとここにかかっています。本当に私が神によって救われているのか 許されているのかルカ7章でイエス・キリストはこんなことを語られるんですね。多く許された人は多く愛します。少ししか許されない者には少ししか愛することができないんですって言うんです。この「許し」というこの教えを適用していきましょう。第二世界大戦の時にドイツ人でヒトラーに反対していた。 一人の牧師がいました。ボン・ヘイファーという牧師です。で彼が The cost of discipleship、キリストに従うという本を書いているんですが、その中で許しについてこのように語ります。許しとは、キリストと共に苦しむクリスチャンが抱えるべき義務であるって彼が言うんですね。許しは。キリストと共に苦しむクリスチャンの義務である。 第一ペテロ2章でペテロはこのように語っています私たちの飯を2章21節あなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたキリストは罪を犯したことがなくその口は何の偽りも見いだされませんでしたのの知られても 罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私がつつ罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷の故にあなた方は癒されたのです人を許すとはイエスのように十字架を背負うことだというふうに言われているんです 被害者が加害者のために十字架を背負うことが許すことだというふうに聖書は語っているんです皆さん正直言いますと私たちもそのようにやらないと本当に誰かを許すことはできないものです考えてください今の世界情勢をヨーロッパに行きますと人種差別は日々悪化しています人種差別増えてます アメリカに行っても人種差別増えてますいろんな記事が上がってきますびっくりするような記事が上がってきます東アジアで中国人韓国人日本人同士が一時は仲良くなった時期があると思いますただ今どうですかあまりよくありませんいろんなニュース記事上がってきます互いに嫌ってるようなそういう記事もいっぱい出てきます 今の時代では、互いに違いを尊重しましょうでは難しい時代です。一緒に共存していくのは。本当に許しがない限り、互いに愛し合って平安に暮らすことはできないようになってきています。イエス・キリストが私の罪のために私の代わりに死んでくださったように、私もあなたの罪を私が背負って、あなたには請求しませんと言わない限り、 関係は回復しないということなんです、結局は。この憎しみのサイクルはつづ続いていきます。戦争が終わって70年過ぎた後にも、これから70年また続いていくのかもしれません。許しがない限りそうです。アメリカの電動車の中に、ラビ・ザカリアスという有名な電動車がいるんですね。世界中を飛び回る電動車です。でラビ・ザカリアスがある日、 招かれてパレスチナイスラエルがあるパレスチナに招かれたんだそうです誰の家に行ったかというとパレスチナの,その政府組織の中にハマスというちょっとテ,ロリステロリスト組織でもあるんですがハマスを始めたリーダーの1人のうちに行ったんだそうですハマス4人が始めたんですがそのうちの1人のうちに招かれたんだそうですイスラエルで皆さん爆弾テロとかいっぱい起こりますよね大体 爆弾テロが起こると70%ぐらいはハマスによって行われると言われています。そのハマスのリーダーの1人の家に招かれたわけです。キリスト教の伝道者のラビが。そしてその面談の時に6人、7人ぐらいいた部屋で1人ずつそのハマスのリーダーに1つずつ質問ができたんだそうです。そしてラビ、その伝道者が彼に何か質問をしたんですが、その答えがラビは非常に気に入らなかったんだそうです。 あまりいい答えではなかったそしてラビザカリアスが彼に向かってそのハマスリーダーに向かってこのように言い始めますパレスチナイスラエル地区ですイスラエルイエルサレムにも近いここからそう遠くない山に5000年前にアブラハムは自分の息子を生贄として捧げようとしていましたその息子がイサクであったかそ,その イスマイルであったかその話は置いといていきましょう。自分の息子を神様に生けねようとして捧げようとしていた。そして、斧を下ろすときに神様が割り込んできてそれを止められた。そのとき神様は何とおっしゃいましたか神様は私自身が生けねを与えようというふうにおっしゃられました。ラビザカリアスは続けてこう言うんですね。そのハマスリーダーに向かってこう言うんですよ。ここから近いところに ゴゴルゴダの丘があります神は2000年前にこの約束私が生贄を与えようこの約束を守られるために自分の一人子息子イエス・キリストを捧げられましたそして今度は自分の息子に向かっていくその斧は止まりませんでしたラビさんはこのハマスリーダーにこう言うんですね私たちが この神の子イエスを受け入れるまでは私たちは続けて我が息子と娘たちをこの地上の権力と富と領土のために戦場に送り出すことになるでしょう。という,うに言ったんです。いつかどこかでイエス・キリストを受け入れ互いを許し合うことがないのであれば続けて続けてあなたは自分の息子と娘を戦場に送り出すことになるでしょう。この領土問題のために。 憎しみのサイクルは終わらないということなんです。イエス・キリストなしには。許しはどこにありますかそれを訴えたかったんでしょう、ラビさんは。この説教の最後にもう一つの、この許しを表す映画の一つのシーンを分かち合って終えたいと思います。1984年度にアメリカの映画の中に、Places in the Heart という映画がありました。Places in the Heart。 皆さんの中で見られた方いますか、この映画。p l a c e in the Heart。誰も見なかったですかこの映画の背景は1930年代のテキサス州の歴史背景を持っています。そして、そのあるこの田舎町である日酔っ払った黒人の青少年がワイリー君が酔っ払って銃を持ってたんですが、 誤って白人警察官を射殺してしまいます。その白人警察官、ロイスという警察官なんですね。で、このワイリー君、多分見た目、映画を見ると見た感じでは多分14歳、15歳ぐらいの青少年だったんですが、後から何が起きるかというと、その田舎町の白人男性たちが集まって彼をリンチするんです。みんなが見てる前ですよ。リンチして、 車に縄でつけて車で引きずり出すんです街中を何回かその後に首つられて木にかけられて死にますワイリ君そして白人警察官は妻がいて2人の子供がいるんですね収入のために自分の所有であったコットン畑をなんとか働かなければいけない収入を上げるためには しかし働き手が足りなかったんですね。その時に困っていた時にあるその白人警察官の妻のうちですね、そこに黒人男性が仕事を求めてやってきます。でもその田舎町で黒人を働かせるということはまたいじめに遭うのかもしれないと思い、彼女は断るんですね。申し訳ないんですが仕事は多分できないでしょう。ただ、あなたに食事を提供しますので一緒に食事をしましょう。食事をする間、 この黒人男性は仕事を求めてきた黒人男性は銀のスプーンを盗んで逃走するんです、その後家から銀のスプーンを持って結局、捕まって戻ってきたその黒人男性を見てこの白人女性はこのように言うんですこの人、私の雇い人ですと私のものを管理しているんですそして彼を許してあげてその家で働くようにさせます。 そのコットン畑でこうしてうまくいくかと思いきや間もなく何が起きるかというとこの黒人男性やっぱり白人男性たちからリンチされていくんですねリンチをされるところを盲人の白人男性が来てはこの黒人男性を救い出します本当に平安がない日々が続いていきますその町で平安のない 波乱の連続ですそして映画の最後のシーンが出てくるんですがこのようなシーンが出てきますこの人種差別のひどい町ここに教会が一つありますそして人々は教会の中に集まって最後に生産をいただく場面が出てくるんですね生産式牧師が第一コリント十三章を読み上げながら愛より大事なものはありませんと語りますそして一人ずつパンとブドウ酒をいただきますそしてそのパンとブドウ酒が 一列一列に渡っていきます。そして最後の列に誰が座っているかというと、その白人女性の下で働いていた黒人男性がパンとブドウ酒をいただきます。そしてその隣には誰がいたかというと、そのリンチされている時に彼を助けた盲人である白人男性がその隣でパンとブドウ酒をいただきます。そしてその隣に白人女性の二人の子供と一緒に生産をいただく場面。 その後にこれ映画ですから最後になぜかその死んだはずの旦那さんロイスさんが復活して生産をもらう場面が出るんですね。白人警察官のロイスさんがパンとブドう酒をいただきます。そしてそのもらっていたパンとブドう酒を隣にいる誰かに渡すかというと自分を銃で殺してしまったワイリー君黒人青少年にパンとブドう酒を渡すんです。そして それをいただく前にワイリー君はこの映画の中で最後のセリフとしてこう言います。Peace of God。神の平安っていうふうに彼は言うんですね。最後はこの二人が向き合いながら、微笑みを浮かべながら映画が終わる場面が出てくるんです。皆さん、この映画が物語っている真実が何かわかりますか この最後の生産式を通してこのプロデュー,プロデューサーが何を見せたかったのかイエス・キリストの体と血潮によって互いに許し合わなければいけませんそうしない限り暴力と憎しみは決して終わることはありませんということを語っている映画なんです最後のシーン説教の結論に入りましょう 唯一憎しみのサイクルを立つことができるのはイエス・キリストにある十字架の技だけだということです。受難種を迎えながら今日、神は皆さんにどんなメッセージを語られましたかまず1つ目、2つに絞りますね。1つ目は悔い改め 神の裁きに備えていきなさいというメッセージが語られましたこの1週間自分の罪を振り返りながら謙遜に祈る時間を今週持ってください樹何週ですそしてもう一つ2番目はイエスの許しをいただきあなた方をまた人々を許してくださいというメッセージです皆さん許せない人がいますか私も妻とこの説教を準備しながら分かち合いをしたんですがやっぱり毎年いるんですよね 新しい人でもまた許せない人が許す。あなたはイエスを通して許してくださいというメッセージを今日、神様は語られます。この1週間、自分の罪を黙想しながら、また神様、私もイエス・キリストのように、私に対して罪を犯した人のために許せるようにさせてください。一緒に目を閉じて今、祈りましょう。